奈良県の伝統野菜、大和菊菜。大和菊菜は、奈良県で栽培される、菊科の葉物野菜である。菊菜とは、春菊の関西での呼び方で、大和菊菜は、奈良県在来の春菊の品種である。県内で古くから栽培され、親しまれてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、大和野菜に認定されている。春菊は、地中海沿岸原産の花園春菊が、東アジアで食用にされたものと考えられている。大陸から日本に渡来したのは、1666年初版の訓詣随中村再編に春菊として掲載されていることから、遅くとも江戸時代初期であることが確認できる。西日本を中心に栽培されてきた。従来養鶏の大和菊菜は、奈良県北部の農家が受け継いできた品種で、奈良県で選抜されたものが、全国に広まる原型となった。中村系春菊と呼ばれることもある。2006年12月20日、奈良県により大和の伝統野菜として、大和野菜に認定された。奈良県奈良市、天理市をはじめとする大和盆地や宇陀市、宇陀郡曽爾村などで生産される。露地物は10月から2月が旬である。他の春菊と比較して、肉厚で、みずみずしい葉は、シャキシャキとした歯ごたえと新鮮な菊の香気があり、冬を代表する味覚と言える。柔らかくてアクが少ないので、茎から葉まで生でも食べることができる。鍋物やすき焼き、おひたし、白あえ、ごまあえ、天ぷら、味噌汁の具材のほか、サラダやパスタなど幅広い料理に使える。現在はハウス栽培によって通年出荷されていて、季節を問わず楽しむことができる。ありがとうございます。